とにかくこの状況から抜け出したかった。お姉ちゃんに持って行ってあげて。え、俺が？どうも、久しぶり。これ着て。なぜ？バイト、お母さん帰ってくるまで。いや、無理だよ。もしかしてみんなのこと避けてる？うるさい。まどかちゃんはよく頑張ってるさ。初めて見ました、映写機から光が出てんの。見る機会なかなかないかもな。どうしたらあんな風に光が出るんだろうなって。そして悲しみに出会うたび、僕たちは思い出すんだろう。二人手をつないで探した光を。テントの中で寝っ転がりながら、今夜を忘れないようにって思ったんだ。